この牡蠣よく食うんですか。ここね、大体海行ったら来ますね。はい、というわけで、あの田中先生のおすすめの牡蠣をいただきたいと思います。夏蠣といって、1つ1000円の岩牡蠣です。1つ1000円しますよ、これ、はい、こんな感じになっております。はい、いただきます。うわ、ミルキー、うまっ。これはあれですね、修学旅行の時に好きな女子に映るんですで声かけ言うて写真撮ろうかなと思ってたけど、やっぱりやめて新幹線に乗った京都から東京に帰る時のほろ苦い味ですね。ちょっとよく伝わらなかったですかね。ぜひ鳥取に来た際はここは何ていうお店ですか。なんとか水産だったかな。なんとか水産。こんな感じで、はい、ありがとうございました。